お箱、なんかこの位置飽きたな。下で撮ろ。おはこんばんは皆さん、どうもミキです。ミキチャンネルへようこそ。風がまたぶり返しました。ありがとうございます。おい、知らないけど今日テンションが高いミッキーです。ありがとうございます。はい、でですね、今日はですね、うちのマミーが見つけてきた面白い商品を紹介したいと思います。いや、自分で探す時の方が、そちらの商品がこちらです。カモン、湖池屋ポテトチップ牛乳味。もう皆さんご存知、牛乳、朝といえば牛乳、給食についてくるのも牛乳ということで、日本は牛乳で成り立ってるわけでございます。そういうわけじゃない。はい、ということでですね、こちら湖池屋からポテトチップスの牛乳味があったんだって。ということで買ってきてもらいました。食べます。で、後ろになんか書いてありますね。いきますよ。常温保存できる牛乳味、カルシウムも配布。間違えちゃった。常温保存できる、ちょっと噛んじゃった。常温保存できる牛乳味、カルシウムも配合、牛乳の美味しい味わいや香りをパリパリ食感のポテトチップスでお楽しみください。っていうかさ、どうでもいいんですけど、このインパクト、このね、このここの牛乳って書いてあるのとか、このね、後ろのね、もう牛だよ感じとかもね、いいよ。うん、カルシウム入りって書いてあるね。でですがね、理科のものでは周期で、あとね、カリシウムはですね、 CA です。そう、カリシウムは CA、そう、カリシウムは CA で、カリウムは K。 はい、ここ間違えないように。どうでもいいんだということで、でね、ついでに言うと、ポテトチップス、もうこのチャンネルでは3つ目ぐらいなんじゃないかな。第1回目は、私のミッキーチャンネルができた一番最初の動画で紹介しているいちごショートケーキ味のポテトチップスで、2回目はみかんのポンジュースのポテトチップス、そして3回目が牛乳。そう、このチャンネルは変わったポテトチップスを紹介するチャンネルです。ということで食べていきましょう。とりあえず匂い嗅ぎます。クリームチーズっぽい。はいはい、嗅いで。いいよ、嗅いじゃって。どうぞ嗅いじゃって、クンクンしちゃって、クンクン。みんなと画面ではなくガチでつながるチャンネルですから。ということでも食べます。なんかすっげえなんかついてんだよね。ということで、は牛乳味のポテトチップスいただきます。いきます。牛乳だ。めちゃくちゃうまい。牛乳飲む時のあの一番最初に伝わるまろやかさが、これ食べたら広がる。はい、めっちゃ好きな味してます。なんだろうね、なんかね、食べたことある味してんだよ。なんだっけ、甘じょっぱい。めっちゃうまい。どっかで食べたことある味してる。あ、ん、今言ったのに。来た。あれだ、あれ。あれに似てる。雰囲気全然違うんですけど、芋のポテトチップス。さつまいものポテトチップス、なんだっけ？さつまいものポテトチップス、ちょっと待って、さつまいものポテトチップス。ねえねえ、さつまいものポテトチップスってなんて名前？お札、お札。
そう、それそれそれ。札の味がしてる。全く別物なんですけど、雰囲気お札です。これ、これ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 。いやー、美味しい。はい、ということで今日はですね、湖池屋ポテトチップス牛乳味を紹介しました。はい、ということで皆さんも気になったら買ってみてください。ポテトチップス牛乳味。最後までご視聴ありがとうございました。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。やべ、めっちゃうめえ。